BTS メンバーのキム・テヒョン、別名 V は、2ヶ月ぶりのライブストリームでファンを喜ばせました。3月7日、テヒョンはウェバースで短いライブストリームを開催しました。彼のライブ放送はわずか13分間しか続きませんでしたが、ファンが愛した楽しい瞬間でいっぱいでした。テヒョンは素顔、ボサボサの髪、私服でさりげなくゴージャスに見えた。コメントを読みながら、大胆なファンがテヒョンに、お元気ですか、ベイビー?と尋ねました。混乱した長い休止の後、テヒョンは、私はあなたの可愛い人ですか?と答えました。彼の反応はファンを笑わせました。テヒョンにとっては、他のアイドルが奨励する疑似ボーイフレンドとガールフレンドの関係を養うのではなく、ファンの浮気の試みを交わす方法を見つけることは非常にブランドにあったからです。別のファンは、テヒョンが着ていたシャツを欲しいと頼んだ。彼は、私の T シャツが欲しいの?もらえないの。これは限定版だから、と断った。イーグルアイドアーミーは、2021年にリリースされた BTSX マクドナルドのコラボレーション商品の一つを彼が着ていることを発見しました。テヒョンも強パーマをかけたと話した。彼はすぐに髪を洗うべきではなかったが、とにかく屋に着くとすぐに髪を洗った。彼はまた、ビールを飲む人ではなく、生涯で3回しか飲んでいないことを明らかにしました。テヒョンはまた、現地の言葉で愛の言葉を話すことで、フィリピンのファンを喜ばせました。彼は、マハルキタマハール効果よ、と言った。